どうも赤ショッピーです。今回の生態入荷情報になります。今回は熱帯魚とかですね、熱帯魚、まあうちの初入荷と、あとものすごい久しぶりに見たんですけど、うちの初入荷でエビとかいます。で、観葉植物、苔ですね、ベゴニアとかですね、観葉植物で、水草とかが来ております。まずはですね、初入荷で、ものすごい久しぶりに見たこちらですね、スラベスさんのホワイトグローブっていうエビです。小型な、かなり小型のエビですね。こんな感じです。ちょっと暑さに強いエビになります。ビーシュリンプとかよりはですね、全然高めですね。温度設定26度とか、まあそれ以上ちょっとあっても大丈夫なやつですね。でかなり小型の種類ですが、めちゃくちゃ綺麗です。海水のエビみたいですね。伝わりにくいんですけど、結構まあ赤いです。でこちらブルーアイラスボラです。シンプルなんですけれども、うち初入荷ですね。探してる人も多いかと思われます。はい、でこちら、ものすごい久しぶりに入荷しました、ラスボラのブリジッタイです。でね、今回状態がすごくいいですね。こんな感じです。結構めちゃめちゃ小型の種類です。綺麗ですよ。はい、で水草ですね、まあ、ちょっとまずこちら初入荷ですね。こちらが、ロタラメキシカーナってやつです。ワリッキー系ですね。で、もう一個初入荷、まあ、この葉っぱを見たら分かりますね。バコパです。バコパのカロリニアーナのイエローフレームってやつですなります。綺麗ですね。で、はい、こちらがコブラグラスのやつのアクアフルールです。ボリューム満点ですね。綺麗ですよね。で久しぶりに入荷です。こちらはクリプトコリネのバランサイですね。後継クリプトの代表種です。こちら、はい、そしてですね、ボルピティス入ってきました。こちらがアクアフルールさんのボルピティスですね。そしてですね、こちらがトロピカのボルピティスです。こんな感じですね。大きい株が良かったらフルールを買って、あの小株の方が良かったらトロピカを買えばいいかもしれないですね。値段は同じに設定してます。どっかで売ってます。はい、次は、こちら、トロピカのナローリーフ、ミクロソリウムのナローリーフと トライデントが来ております。こちらはワンポットずつですね。今回は黒のポットですね。はい、で、観葉植物に行きたいと思います。まあですね、前回も入ってきたやつ、前入ってきたやつもあります。こちらですね、前回入ってきた、ベゴニアのクレオパトラなんですけども、すぐ売れちゃったんでまた入荷しております。で人気のシリーズですね、ベゴニアの中でも一番人気じゃないかなと思います。ピンクなんで綺麗ですよね。これもね、すぐ売れちゃうんで数入れております。で他のこちらベゴニアとかのシリーズですね。こんな観葉植物のシリーズも入っております。結構ね、観葉植物熱帯のやつ面白いの多いんで、コレクション性高いですよね。これも結構いい植物もあります。パルダリウムとかですね、テラリウムなんか楽しめる草うちいっぱい扱っておりますので、気になる方はご来店よろしくお願いいたします。で草とか観葉植物、通販っていうか、ヤフオクで出品もしてますので、もしよかったらこっち来れない方はそちらでご購入検討よろしくお願いいたします。はい、以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。